皆さんこんにちは、マッキーです。今回はですね、メルクリンの運転会議にですね参加してまいりました。今月のですね1月14日池袋で開催されたんですが、今回はその様子をお届けします。私ですね、こちら今ご覧いただいている IC3 を持ってきました。本当にこの IC3 のところも美しいですよね。こちらメルクリンの車両になるんですが、合計8両編成ということで、本当にですね、もう私一番大好きな車両かなというところなんですけども、今回はですね、もうサムネから皆さんご想像ついているかと思いますが、このメルクリンの IC3 をほぼトップスピードで走らせてみたいと思います。はい、今ですねスローをしっかりと聞かせながらIC3 が出発しましたが、もちろんですね、こう IC3 スローで走らせても十分かっこいいんですが、やはりですね高速列車らしく、今回はもうほぼほぼフルスピードで走らせてみたいと思います。運転会でですね非常に広いレイアウトで、そしてですね、メルクリンのこの R5 というですね一番半径の大きいカーブを今回走っています。それですですね、もうフルスピードで走らせても、まずですね IC3 脱線することがありません。これ R バンドってですね、私試したんですが飛ぶんですけども、 R345、これぐらいになるともうほぼ止まらないですね。はい、ということで今回は安全を期してフルスピードで走らせてみますので、皆さんぜひお楽しみください。それではどうぞ。さあ、 BGM をもうかき消さんばかりのですね勢いで配信する駆け抜けていきましたが、このようにもう圧巻のスピードです。こちらですね、会議室にですねほぼいっぱいにレールを引いているんですけども、もう今あっという間に皆さんご覧の通り戻ってきてしまいました。お帰りと、もうなんかお帰りと言ったらですね、すぐにまたお帰りというような、本当にそれぐらいのスピード感で走っています。この IC3 について少しご紹介いたしますと、多くの方はご存知かと思いますが、ドイツの高速鉄道ということで、2000年にですね営業を開始しております。ちなみに日本の500系が1997年営業開始ということで、それよりも少し後、世代としてはほぼ同世代の車両かなということになります。そして今500系の話を出しましたが、皆さん少し何かうっと思ったことあるかもしれません。はい、この IC3 500系になんだか似てますよね。それもそのはずということで、実はですねこの IC3 とあとは新幹線500系、デザインをしたデザイナーが一緒の方でして、ドイツ人のアレクサンダー・ノイマイスターという方が500系そしてこの IC3 を設計しています。このね美しい流線形のフォルムはもうまさにこう500系を彷彿とさせるわけですが、この形がですね当時最先端の高速列車のフォルムということで、おそらくですねこれドイツの相当人気なんじゃないかなと思います。日本でもですね、最新の IC4 よりも IC3 がいいという方の声を、何度か聞いたことあるんですけども、確かにですね私も IC4、見れば見るほどですね結構なんかダサいとか言われてる割には、個人的にはなんかこう IC4 もですね、やっぱ見慣れてくるとかっこいいなと思えてくるんですけども、この IC3 のねかっこよさはこのうなぎパイと一緒になってますので、嬉しいなと思います。さあ今どんどんこう、走ってる姿をですね皆さんにご堪能いただいてるんですが、やはりこう IC3 このスピードもさることながら走行音もなかなかの迫力ですよね。本当にこう目の前を高速鉄道がかっ飛ばしていくような、そんな音がしております。今このように鉄橋を走っておりますけども、この音なんかもですね結構メルクリン独特のものじゃないかなというふうに感じることもあります。あと運転会の醍醐味ですが、様々ですね車両が走っている中を自分の車両も走らせられるということで、これはまた格別ですよね。一人ではまずできないような遊び方になってきますので、このようにですねナイトジェットのサービスの横を走っていくとかですね、あとは世代を超えた車両のリゴなんかも見られるというのがこの運転会の、特にメルクリンですとね本当にこうエポック1から IC3 のようなエポック5の車両まで本当に幅広くですね、ありますので、
まあ、本当にあこんな車両があったんだなとか結構いろんな発見があったりするのもこのメルクリーの運転会の良さかなと思います。あと先ほど少しワインがですね見えましたけども、まあもうお昼からですね、まあこの日はちょうどお休みということもありまして、お酒を飲みながら、合法的な、あくまで合法的な、飲酒運転をしているというのも、これあの運転会ならではの楽しみ方かなと思います。まあ、もちろんね、お酒は二十歳になってからですので、未成年の方はね、もちろんあの飲まないように、してくださいということは重々お伝えできればと思いますが、まあ、この日は、ほとんどもう大人の方ばかりということでですね、お酒片手に、運転を楽しんでいる方の姿が見られました。あと IC3 はですね、実際の走行ではですね、なんと40パーミルの激坂を超高速で駆け上るというそんなシーンもあります。なんかいつかですね、模型でそんなシーンを再現できたら楽しいだろうなと思いつつ、この日の超高速運転を楽しんでいました。いやでもこれ坂もですね、これ相当急な坂でも、相当力強く登ってくる坂だなというような感じがします。いかがでしたでしょうか。今回はメルクリンの IC3 の超高速走行を皆さんにご覧いただきました。途中ですね、もうメルクリンの IC3 の走行がうるさくてですね、あのお聞き苦しいところもあったかと思いますが、走行の方ですね、ぜひ皆さんに楽しんでいただきたかったので、それでいいかなというふうに考えております。はい。そして、ね、この日私はですね、もう一つですね、こちらの機関車、それから貨車を持ってきました。いやこの機関車も、ね、非常に塗装が美しいですよね。いつか皆さんにしっかりと紹介する機会があればと思います。それからですね、今回、メルクリンの運転会をお伝えしてくださった方々、本当に、感謝申し上げます。皆様が、主催してくださらなかったらですね、私楽しむことができませんでしたので、この場を借りて御礼を申し上げます。それではこの動画は以上となります。それではまた。